ヤクストゼルは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ群に属す町村である。ヤクストゼルは、フィルムグルントの森が豊かな地形であるシュベービッシュフレンキッシェ森林山地に位置する。この町は、ヤクスト川の両岸に広がっている。高度は、海抜409メートルから516メートルに分布する。ヤクストゼルは、北は、フランケンハルト、 シュティムプファッハ及びフィヒテナウ、東はエレンベルク、南はエルバンゲン、西はローゼンベルクと境を接している。自治体としてのヤクストツルは、中心集落のヤクストツルを、はじめ30の集落、小集落、家屋群からなる。バーデンビュルテンベルク州の市町村法が定める、ボーン別力は、ハウプトールトとタイルオルト、その他の部分の2つがある。 修道系局の2015年現在のデータによる。ヤクストゼルは、おそらく、エルバンゲン修道院の修道士たちによって、修道士のコロニーとして、カロリング時代に創設された。1150年頃この修道院は、女子修道院となったが、その時点で、約200年経っていた。この修道院の歴史について多くはわかっていない。修道院は1170年に、初めて記録されている。 この女子修道院が廃止された後、この村はエルバンゲン修道三次会所公領となった。16世紀初めからブランデンブルクアンスバッハ編教迫も、従って後にはプロイセンもヤクストツェルに権利を有した。エルバンゲン部分は1802年にビュルテンベルク領となり、プロイセン部分は1806年にバイエルン領となった後1810年に最終的に ビュルテンベルク領となった。ビュルテンベルク王国内で、ヤクストツェルは、オーバーアムとエルバンゲンに属し、1838年から、アーレン軍に編入された。アーレン軍は1973年の軍の再編によって新たに成立したオストアルプ軍に統合された。現在、ヤクストツェルには、ローマイコールカトリック教会のセーフトス会と、福音主義、 レイヒエンベルク教会区のクリストス教会がある。ヤクストツェルの教会区は中世にはビュルツブルクサイ区に属したが、エルバンゲンが治めた地域の南部はアウクスブルク市教区に属していた。この町はエルバンゲン市の行政共同体に加盟している。町長は1997年からライムントミュラーが務めている。この町の議会は12議席からなっており、 5年ごとに改選される。セーフィトゥス教会カトリックの教区教会セーフィトゥス教会は1498年に後期ゴシック様式で建設され1747年にバロック化された。ダンコルツバイラー地区には14世紀のセイバルバラ、礼拝堂がある。この礼拝堂の内陣には後期ゴシック様式の美しいネットボールトがある。コイアシュタットのロマネスク様式の 聖ニコラウス礼拝堂は1280年に建造された。この礼拝堂は、ダンコルツ・バイラーとエレンベルクとの間の広い森の中にポツンと存在している。ヤクストツェルとマッツェンバッハとの境界付近に、1973年に完成したマッツェンバッハアビルト礼拝堂がある。1960年代初めに、洪水防止のためにフィッシュバッハ咳止めこと、 オルロートセキ止メコが作られた。これらの小さな湖は現在では散策地としてまた水浴地として人気である。ヤクストツェル駅、ヤクストツェルにはアーレント、クライルスハイム等を結ぶオベルヤクスト鉄道の駅がある。日中は2時間ごとに両方向へのレギオナルバーンが運行している。景気振興案2に従って2010年夏に 上下線のプラットフォームが完全に改築され、長さが120メートルに延長された。待合室、看板、その他のプラットフォーム施設は、ドイツ鉄道のコーポレートアイデンティティに合致するものとなった。この町の最も重要な道路が、町内を南北に貫く、連邦道 B290 号線である。連邦アウトバーン A7 号線は、町域の東をかすめているが、 最寄りのインターチェンジは、北のディンケルスビュール、フィヒテナウインターチェンジ及び南のエルバンゲン、インターチェンジである。ヤクストツェルには、基礎家庭学校が一校ある。2011年までは、先週家庭を有する本家庭学校があったが、それ以後本家庭学校の生徒はローゼンベルク、またはエルバンゲンで学ぶこととなった。さらに、上級の学校は、エルバンゲン、アーレン。 クライルスハイムにある。ありがとうございます。